大岡越前、吉川英治作。第二章、盲目一路。雪もよいの夕べだった。河内鳥がなんと今日は多いことか。約束の師走の13日、市十郎はいつも軌道士の合わせに降る編み傘、やつれ刀の寒々とした姿を、お馬屋菓子の茶飯屋の前に見せ、吉津を覗いて、来ているかしら、と、この前、ここで別れた、あの十蔵の姿を、奥の将棋に探していた。お市、やってきたな。背を叩かれて、振り向くと、そのあの十が、この前と同じ、荒編み傘を目深に、この男の癖として、意味なくにたにた笑っていた。あ、もうお先に来ておられたので。なあに、今さ、ちょうどよかった。まあ、一杯やって、温まろうと、中へ入って、型のごとき煮込みや熱燗をとって、ほどよく酒も腹渡に回ってきた頃、あのは、早速口を切り出した。時に、どうしたい、約束のものは、持って回りました。何、持ってきた。そいつは豪気だ。どれ、見せてくれ。が、ここでは、人目もありますから。何の、おめえ。そばの者にゃ、何を見ているか、わかる気遣いはねえ、と、目で敷いて、一十郎が、こわごわ、内懐から取り出したものを、くるりと後ろ向きになって、入念に広げてみていた。よし、確かにもらったよ。いくつかに折りたたんである一辺の図面だった。それを自分の懐深く収めてしまうと、あのはまたにたにた笑っていった。一の字、ゆうべの逃げっぷりはよかったな。あれで、もう少し度胸がつけば、おめえも、そろそろ素人じゃねえ。え、ゆうべの。よせやいおいち。もしやヘマをやりゃしねえかと、救いに出ていた恩人を、おみそで申しちゃ困るじゃねえか。赤木下でよ、すんでにふんづかまるところだったろうが。思わず出る驚きを顔色のうちに抑えて、で、では、あの時後ろの方で、不意に兄へぶつかって、兄を倒していった人影は、おお、俺さ。あんなこともあろうかと、よごと、拳屋敷の近辺を見回っていてよかったよ。だが、あの男はおめえの兄貴だったのか。夢中でしたが、二度ほど背に浴びせられた大声が、どうやら兄の殿ものようでした。そいつはしまった。え、しまったとは、何かあの折。いいや、と、安住は慌てて首を横に振り、何でもありゃしねえがね。もしや、何か兄の体に。答えもせず、安住は手を叩いた。茶飯屋の親父に銭を払い、早くも傘をかぶり出している。外へ出た。一十郎も追いすがるようにそこを出て、忘れたような顔をしている相手の素振りへ強く迫った。約束だ、あの、お袖の居所を教えてくれ。約束ではないか。わかってら、お市、慌てるなよ。あのは、そっけない大股になって、馬屋の私の方へ歩き、そこにうずくまっていた、かごやだまりへ手をあげた。二丁だよ、番長まで。かごちんを先に渡し、道順か何か、こまごまと言っていた。そして、前のへ自分が乗り、後ろのかごを一十郎に与えて、約束通り、お袖に合わせざるまいが、あまり見せつけてくれるなよ、と、からかって、顔の内へ乗り分かれた。
カゴのうちで夜となった。明日は雪だろうと走りながらカゴ屋は言う。一十郎は膝の冷えも覚えなかった。夕べ犯した罪の恐ろしさも忘れていた。さっき兄の殿もの身にちらと危惧された不安もかき消されていた。心はただお袖に会えることだけにあった。恋するものでなければ、刻々高まるのみな、この喜びも、この盲目的な一途の気持ちも、わかるはずがない。あ、かごや、なぜ下ろす？なぜ止める？先の顔を見失うではないか。旦那、と、かごやは落ち着き込んでいった。相棒が草履の尾を切ったんでさ。少し待っておくんなさい。待つはよいが、先のカゴは、行く先は伺ってありますから、後から行ったってご心配はありません。いや、行けない。ま、一服、おつけなすって。その間にゃ、呼び止めろ。先の、もう見えませんや、旦那。なに？一十郎が飛び出すと、途端に顔屋も逃げてしまい、外堀の水と枯れ柳の影のほか、前後に何も見えなかった。土蔵合子。騙された、と悟ると、彼は騙した者への怒りよりも、一瞬にお袖の姿が星のような遠さになってしまったことに、地団だ踏んだ。瓶の毛が疾風を切った。彼の足は草履も履き忘れ、いてた大地の冷たさも痛さも覚えず走りに走っていた。決してまだそう遠く離れていないはずの先のブラジョウ人を目当てに追って、追いついた。果たして先にちらと見えた。確かにそれだ。だが、一十郎も今度はあの尾の裏を書いた。やがて、カゴの火が止まった。荒れ屋敷の門を見届け、そこの崩れた土塀の横に身を潜めていた。そして、あの尾が中へ入ったのを見すましてから、彼も土塀を飛び越えた。中は広い。少なくも戦国以上の家らしいが、無重の山寺と言っていいほどな荒れ方だ。戸締まりなどはまるでありそうもない。一十郎はやすやすと屋内に入っていた。どこの部屋からも明かり一つささないが、家の中央の広間からは、こうこうと木陰が漏れていた。そればかりでなく、一種異様な人間臭さが、むーっと、そこからぬるく流れてくる。おや、ここは。細めに開いていた杉戸の隙から覗き込んで、一十郎は怪しみに囚われた。そしてすぐ、こんなところにお袖がいるだろうかと危ぶんだ。すさまじい博打場の光景が彼の目に映っていた。旗本崩れ。雑多な武家頃、医者風、旦那邸、坊主、女など、縁座を作って、慰みごとに、血眼を戦わせている。だが、その幾人かの女のうちには、お袖は見えない。見覚えのある顔は、今しがたここへ入った、あの十一人だけである。あのは、この群れの中でも、最も傲岸に見える男のそばへ寄って、勝負を覗き込んでいた。男は五十がらみ。おそらくこの荒れ屋敷の主人だろう。ばなかの者がその者を呼ぶには特に番長様と言ったり、行部様と継承したりしている。行部様は偉大な武男だが、かがむにも骨が折れそうな、隆々たる筋肉を備え、ゴロブケ、グレハタモトをもよく行くせしめる筋力と腕力の保有を、その風貌は実証してあまりがある。
そしてまた、太い育尾を動かし、油切った赤ら顔から目を動かすとき、やけどか放送の跡か、片方のまぶたの肉がひっつれて、眉が半分欠けているのが、ひどく人に、どう猛な圧迫感を与えるのでもあった。そのうちに、あのうが、行部様、ちょっとお手の空いたところで、と耳打ちして彼と共に一十郎が覗き見している杉戸の方へ連れ立ってきた。一十郎は戸惑った。慌てた。だが、出てきた二人はすぐ暗い中で立ち話をし始めた。どうです、こいつは。お、二の丸の金蔵図面か。よく手に入ったな、あの。その代わり、大骨折りでさ。褒美はうんともらわなくっちゃ埋まりませんぜ。ケチな欲は書くな。仕事はこれからだわ。だが、これを持ち出す手先に使った一十郎とかはどうしたい。お袖に合わせてやる約束だったが、七めんどくせえから、かごやに逆手をくれて、途中で巻いてきてしまいました。かわいそうに、合わせてやりゃいいに。何も、俺に遠慮はねえんだぜ、あの。でも、合わせずに済むものなら、行部様だって、やっぱり合わせたかねえでしょうに。何、そうとも思わない。ぶつけ合わしてみたい気もして、連れてくるなら来いと言っておいたのだが。まあ、どうでもいい。とにかく、図面は俺が預かっておく。何かの相談は、ゆっくり後のことにして。じゃあ、確かに。うん、受け取った。おや、また、土蔵の二階でピーピー泣いているらしいが、あの、この間、てめえが背負い込んできた、あれだけは、余計もんだったな。まさか、お犬小屋へ持って行くわけにも行きませんでね。そのうちに、里小屋でもやってしまいましょうよ。なんだって人間の子になぞ生まれやがったか。犬っ子にでも生まれればよかったろうに。二人は、廊下窓から土蔵の方を眺めていたが、すぐ元の広間へ姿を隠した。一十郎は小部屋の陰から這い出した。そして二人が立った窓口へすがりつき、墓場のようなここの裏庭を見回した。二棟の土蔵がある。一つの土蔵口の大格子からかすかな火影が、火影と意識しなければ気づかれないほどの薄明かりがゆらゆら外へ差している。幼い者の泣き声はそこから聞こえてくるものだった。お縁に違いない。その泣き声は直ちに肉親の血を打ってくる。父なる人間の良心を責めてやまない。一十郎は狂おしい影をさまよわせ、またたびに酔える猫のように外へ出て行った。そして、土蔵格子へ顔を押し付けた。咲き変わった女。誰？どなた？土蔵二階から女の声がとがめた。下の重い欅戸が少しずつガラガラと開くような物音がしたのに、そのまま上がってくるものもない不気味な気配に、お袖は添え字していたお縁の寝顔をそっと離して、誰なの？と白い胸肌を繕いながら身をもたげて、今度は暗いはしごの穴へ覗き込むようにもう一度言った。お袖。小玉のような声が返った。次の足音もドハズレに大きかった。お袖はのけぞるように表を背け、全身は一瞬に白い旋律だけを見せて丸くかがまり込んだ。
呆然とそこに立ち、涙を垂れたまま、一十郎はしばらく大きな息をなだめていた。そうしているうちに、彼は目の前にある恋人の姿をありありと夢ではなく事実に見、これまでの一年によくもと自分で自分をいたわらずにいられなかった。とともに、あらゆる機関や辛酸との戦いも心緩んで、骨も肉も筋も一度にバラバラにほぐれるかのような気持ちになり、ドタッとそこへ座ってしまった。おそで、わしだ、一十郎だ。ここ幾十日、どんなにそなたを探したことか。ああ、それでもこうして会えてよかった。よく無事でいてくれた。もう、離れまいぞ。別れまいぞ。もう、おそで。おそでは、うつぶしたまま顔を見せない。さっきから返事もしない。しかし、一十郎の一言一言に、その背は、激しい感情の波を見せている。果ては、見せない顔の下から、おえつが漏れ、黒髪の一筋一筋が、皆泣くかのように、おののいた。どうしたのだ、おそで。そなたは嬉しくもないのか。さあ、こんなところに好んでいるのではなかろう。お縁はわしが背に負っていこう。そなたも支度をせい。二人して、この子を育てて、これからは楽しく暮らそう。どんなたつきをしようとも。すり寄って、背へ手を回し、その横顔へ横顔を寄せて、赤い耳元へささやくと、お袖はいきなり身を起こして、一十郎の肩を激しく突き飛ばした。何さ、今頃になって。これからは離れ前も別れ前もあるもんか。今頃になって。何しに来やがったんだ。あ、お袖、そなたは何を思い違いして。一十郎さん、もう泣くまいとしているように、お袖は歯の根をギリギリ噛んだ。まなじりの紅と耳だけを覗いて、皮膚の表から爪の先までの血をすべてどこかへ失った一個の女像であった。なお、唇だけはかすかにわな泣いているものの、そのどこにも一十郎の気持ちを入れる何物もなかった。触れれば針の先か氷の肌が感じられそうであった。そんな気持ちがあったなら、なぜ秋の末ごろ私がお縁を抱いて赤坂の豊川さんのお釜で会いに行った時に一目会ってくれなかったんですえ。あの日の悔しさ、情けなさ。お前さんにはわかるまい。いいえ、あの時、お前さんは、九助へ何とおいだったえ？もう思い切った。一十郎のことは忘れてくれ。よその男へ縁づくがいい。そう言ったじゃありませんか。おそで。わしが悪い。あの日の心は、そうであった。あの部屋から一足出て、そなたに顔を見せもしなかった。けれど、一十郎の。ああ、うるさい。よしてくださいよ。こっちは女の一生をかけて、しかも子供まで産まされて。男といえばこの世に一十郎という男の他にないものとしているのに。バカバカしい。なんたる私はおバカだろう。わしが悪い？あの日の心はそうであったって？うん。よくもまあ言えたもんですね。覚えておいでなさいよ。その白状をね。謝る、おそで。許してくれ。ええ。見たくもない、そんな格好。今さら、百万だら謝られたって、破れた恋がどうなるんだ。私は、もう、前のお袖じゃありませんよ。え？
前のお袖でないとは、その日その日に気が変わる当てにならない男とも思わず、あの赤坂の屋敷までお前に会いに行ったのが、魔の辻やら、夢の辻やら、あの晩、屋敷の召使いに、まるで召人扱いに、くくりかごへ押し込まれ、半蔵御門の近くまで担がれてきた挙句、外堀あたりへ捨てられたんです。気も失ってしまおうじゃないか。ふと気がついた時には、私の体はもう私の体でなくなっていた。お袖はまたさめざめと泣き濡れた。たもとを顔に押し当てて、その時の苦悶と苦悶から抜け出るまでの、幾夜幾日かの心の経過を短くて強い言葉で一重上へ言おうとするらしかったが、言えないのであった。涙になってしまうのであった。彼女の体は、外堀並木のくくりかごからこの荒れ屋敷へ連れ込まれて以来、その夜からもうここの主の自由なものにされていた。何の意思も抵抗も示さないうちに、彼女の運命は大きく変わっていたのである。それを自分の知性で割り切って、自分の運命は自分でのみ作ってゆく女の力の欠けていた時代でもあり、許さない社会でもあった。彼女は恋の墓場から別な女に咲き変わった。雪の傘。この化け物屋敷は銀歯組の巣であった。行部様なる者が、つまりここの主であり、銀歯組の旗本、武家頃の棟梁でもあった。素性はよくわからないが、悪の世界においては、人を抑える戒腕の持ち主であるには違いない。まだかつて、銀歯組の行部様とのみ呼んで、人が姓を呼んだことのあるを聞かない。何にしても、お袖は、その行部様の強靭な肉情から開かれない限り、ここを出ることはできないであろう。この運命に、女としての怒りが燃え募るたび、彼女の恨みは一十郎へ帰った。一十郎を、恨みの対象とすることが、今では一十郎への愛だとさえ言える。恋焦がれる一十郎なるがゆえに、夜も日も恨みに恨み詰めなければ、それを胸に持てなかった。時には、その一十郎とおぬいとの二人を呪詛の像に描いて、身も心も焔にした。この陰湿な土蔵二階で嫌な嫌な心にもない夜をあの武男の化け物行部のもて遊びになって重ねながら彼女の肉体のうちには彼女の本心とは関わりなく別に不思議な変化が醸されていた。どうにもならない屈服のもとに今では全くお袖は化け物行部のものになりきってしまっていた。その手へ、ふと、お縁が戻されてきて、彼女の女心に、突然、母なる者が呼び覚まされてきてからでも、その子に添え死しては、涙ながら思うことは、一十郎への恨みであった。世の無情ではなく、男の無情であった。行部への憎しみよりは、一十郎への募りに募る憎しみであった。思い直してくれ。許してくれ。お袖。わしはあまりに自分だけのことに囚われていた。悪かった。どんな償いでもする。一十郎はそうした彼女の前にどんな悪魔をも受けるのが当然だと思った。何さ。うるさい。お袖は自分の体へまつわってくる男の手を心にもなく完璧に振り払いながら言っても言ってもまだ罵り足らないように、
償い？ふん、償いってどうするんですよ。償えるものなら償ってごらん。この子を、私を元の通りにして返してください。と、おえんを抱き上げて突きつけた。無心に眠っていたおえんは、びっくりして泣き出した。その声も父を責めた。おお、堪忍してくれ。一十郎が腰を浮かして手を差し伸ばしたのと、お袖が激しく彼の胸をついたのと一緒であった。嘘つき。お前なぞにそんな優しい心があるものか。畜生のくせにして。お袖。後ろへ手を支え損ねて、一十郎はひっくり返った。あんまりだ。無謀すぎる。わしが悪いと言っているのに。父のもだえ、母のもだえ、血のつながりは、それが直ちにこの泣きもだえともなるものか。この時のおえんの泣き方は、ただごとではなかった。火のつくようなその声が、不審を起こさせたに違いない。その時、どかどかと土蔵ばしごを誰か上がってきた。あの銃だった。また、広間の賭博場に見えた顔の、ごろ侍や得体の知れない男や女たちであった。一十郎とお袖の周りに、六七名もの顔が屏風囲いになり、その中に、ひときわ幅の広い顔を持った、主の化け物行部の目が、一十郎の姿を捉えて、瞬きもせず見ていた。あの、こいつか、一十郎というのは。そうです。どうしてここへ来ていたか。まあいい、と、行部は大きく揺するようなうなずきをして、一目見たら気が済んだろうし。帰ってこれで片付いたというものだ。おい、と後ろの連中を振り向き、顎を上げて言いつけた。こいつをつまみ出せ。二度と寄りつかねえように。それからの狼藉は、お袖にも見ていられなかった。一十郎は、たちまち連中の死刑にかかった。土蔵橋を引きずり下ろされ、外へ出てからも、袋叩きの目にあった。そして、裏門か表門かわからないが、とにかく、この荒れ屋敷から、正気もなく、突き出された。それから、どれほどな時が経ったか、彼にははっきり意識がない。ふと、気がついた。我に帰ってみると、自分は、真っ白なものの中に、突っ伏していた。白いものは手も袖も胸もうずめていた。身を動かすと髪の毛からも肩からもさらさら落ちた。すべて真っ白なものだった。ああ、いい塩梅、気がつきましたね、お侍さん。このままでいたら凍え死んでしまう。一十郎は思いがけない女の声に顔を上げた。自分の上に蛇の目傘が開いている。世間は静かな雪の夜になっていた。傘の下を覗いては、その美しい柔らかな冬の花が降りしきっているのである。まだ五体に何の感覚も蘇らない一十郎の瞳は、ぼーっとその原稿に見とれていた。立てますか？立てなかったら、私の腕につかまって。傘の柄を持ち替えて、女は彼へ肘を向けた。一十郎は、初めて、おこそずきんの顔を見つめて、あ、どなたか知らぬが、ありがとうございます。かたじけない、と頭を下げた。その辺まで、お歩きなさいな。どこまでお帰りか。カゴを見つけてあげますから。言わるぐままに一十郎は女の肘につかまって立った。そして
傘の下に助けられながら、やっと歩き出した。自暴の原野。夕べからの雪は、今朝もまだちらちら小闇を見せたり、降ったりしていた。暮れも14日と迫っていたが、この雪に世間の朝はひっそりして、どこかで朝稽古の三味線の音さえする。一十郎は夢うつつに糸の遠音を寝床の中で聞いていた。身を包んでいるヤグの幽然模様も何か不思議な世界のものであるような気がされる。おや、お目覚め？枕屏風の横からこう差し覗いて笑った顔は、夕べの人であった。おこそずきんの女。後でわかったことであるが、名はおしま。年頃は一十郎よりいくつか上らしく、そしてこの家のあるところは、南八丁堀のとある新道で、小粋な二階屋作り。障子明かりに雪を持った松の影が映っていた。昨夜は思わぬお世話になりました。お礼の申し上げようもありません。一十郎は慌てて床を出、真四角に両手をついた。整った家々や調度の中に置かれると、屋敷生活のしつけが呼び起こされ、たちまち今の彼らしくない彼に戻るのであった。おほほほ。まあ、ご挨拶に困っちま。と、おしまは唇へ手を当てて笑った。もとより彼女はそんな肌の女とは違う。化け物行部の屋敷へ行くと銀歯組や五郎男を相手にしても、折には勝負に勝ってこようという女である。昨日も広間の賭場仲間の一人だった。しかも目が向いて飼っていた塩だったので、土蔵二階の出来事をちょうど良いきっかけにお先へ一人帰ってきたのがあの雪の道だったのである。どちらまでと聞かれても帰るに帰る先のない一十郎の口ぶりと髪の乱れ、衣服のほころび、血のにじみさえ見える手足に、お島の方から、私のうちでよければと勧め、途中で拾った二丁かごの明かりを連ねて、夕べ遅くこの八丁堀のうちへ着いたのであった。お礼なんて、もうそんな窮屈なお行儀ずくめは、おやめにしてくださいな。家には、ばあやの他には、誰も気詰まりなものはいないんだし。それに、こういう私は正直、はすっぱな女なんですからね。おしまは気性そのままサバサバと言って、柄のいい男物の丹前に下着を重ね、後ろから着せかけて、まだ体がいいとござんすか。何、今朝は大したことはないようです。何かとお世話かけて。また、そんな、と、軽く背を叩いて、肩越しに一十郎の襟元を指先でかき合わせてやりながら、顔と顔を触れ合うばかりに。雪ですよ、今朝のまだ。お風呂へでもお入りなさいな。その間に朝のご飯を支度しておきますから。雪のささめくように耳元へ行った。湯から出ると、彼女は自分もまだ食べずに待っていたと言い、朝の膳からもうホタテ貝の小鍋を立て、そして酒さえつけて杯を進める。つい受けてまた飲んで、一十郎は雪の日を酔いつぶれた。いや、その酔いを強烈に強いるものは、お島の白い手ではなく、彼自身の心の内にあるものだった。自分を恨む、お袖を恨み返す理由は、業も見つからない。気するところ、自分への恨みでしかないのだ。それは、彼の身体を一挙に
自暴自棄の淵へ放り込んだ。人間の性味には、もともと賢人も愚人もない。善人と悪人の差もない。が、それは動物と原始の社会へ人間を引き戻しての話であるのは言うまでもない。そして人間はまだその当時の尻尾の痕跡や牙の名残を持っているように、心の内にもそれを持っている。牙や尻尾の跡は退化したままでも、心の内のそれは何かの弾みに解放されると、たちまち原始の野へ放たれたごとく、その性能を働かし始める。自暴自棄はその状態である。他からでなく、自ら原始の人間に近いものへ、自分で自分を追い戻すことだ。ここへ自分を蹴落とすことが、誰にも一番なしやすいやけくその境地であり、凡愚の立命でもあった。一十郎はよく飲んだ。おしまも強い。しかし、そのおしまより飲んだ。そして二人とも屋根に重たく雪の降り積んだ二階の小座敷に酔い伏したまま、人もしごろまで降りても来なかった。明かりを見て起き出し、また風呂に入り、出るとばあやはもう晩飯の膳。おしまは瓶串を使いながら兄弟に向かって行った。いちさん、どう？今夜も行ける？酒か。行けなくてさ。二人の言葉つきは朝と違っていた。カゴあんどんの下に小鍋の湯気を立て、酒の缶もそこでしながら、二人はその晩もしめやかだった。すると、誰か用のあるものが下へ来たらしく、おしまへちょっと顔を貸してくれと、ばあやが言ってきた。おしまがなかなか腰を上げないでいると、ばあやは何度もはしご段を通ってきて、いかにも困ったような顔を見せた。つかないね、こんな晩に。おしまは下打ちして降りていった。そのうちに、彼女の奔放な言葉つきと、男の凄みを持った大声が、喧嘩でもし始めたように聞こえてきた。それが時経つほど荒っぽくなってきたので、一十郎も落ち着かず、川屋へ行くふりをして、そっと廊下から覗き見してみると、いつか神田の長寿風呂で大亀と一緒に出来遊していたとき、自分たちへ脅しをかけた風呂屋町の地回り、銀歯組の一人と名乗る、赤西三平だ。一つの流れ。狼の影を見たウサギのように、一十郎は足音を盗んで、こっそり二階へ逃げ戻った。下の口喧嘩は、なかなか収まらない。化け物行部が叩き出した青二歳を、てめえはここへ加え込んだろう。確かに見たというものがある。三平の声でそんな言葉も聞こえてきた。また、よし、てめえがそういう了見なら、てめえの本当の都政は女すりだということを、その筋へ吹っ込んでやるからそう思え。この家にもこの町内にもいられねえようにしてみせるぞ。と、そんなすごい脅迫文句も、二階まで響いてきた。甘くお見でね。女すりがどうしたって言うのさ。そんな脅しに驚くようなおしまじゃないとさ。私がお知らせへ座る日には、赤西三平こそ一足先に獄門台へお出かけのはずだよ。それを承知なら何でもやってごらん。これはおしまの方の短歌である。この手の脅しが効かないと思うと、三平は今度は方向を変えて、二階にいるだろう。俺に合わせろ。合わせたらどうする気さ。
女を取られて黙っていられるか。男と男の勝負をつけてみせる。バカなことを言ってない。いや、赤西三平の男が立たねえ。銀馬組の名折れにもなる。野郎を出せ。そのうちにドタドタという物音が響き、すぐはしご段の下から赤西三平が二階へ向かって吠え出した。やい一十郎、よくも俺の女を取ったな。さあ表へ出ろ。男なら勝負をしろ。一十郎は肝を冷やした。察するところ、三平はお島の丈夫だったに違いない。しかも、お島が女すりとは気づかなかった。どうしよう、と彼は逃げ口を見回した。だが、三平の毛布はたった一吠えだけだった。おそらく、お島が抱き戻したものであろう。襖の音や、わめき声がなおわずかな間聞こえてはきたが、そのうちにシーンと家の中が妙に潜まり返ってしまった。上も下も人なき者のようになった。帰ったのか、と一十郎は心を休めかけたが、門の格子の音もしない。いや、よくよく耳を澄ましてみると、下にはなお、時々、男女の極めて低い声がする。雪にささめく、笹の外れにも似たささめきである。一十郎はそこにある酒を一人継いで、一人で飲み始めた。一本継ぎ、二本継ぎ、なお飲み続けた。長い長い時間を一人そうしている気がした。ようやく三平は帰っていった。二階でそれを物音で察した一十郎は、ほっと得体の知れない吐息をついた。そして、やがて、お島がはしご段を登ってくるのを知ると、ごろんと仰向けに寝転んでいた。お島の顔が彼の顔へ重なった。怒ったの？と。子供でもあやすように。それとも、私が女すりと分かって、急に嫌になったんですか？と、彼女も手酌で2、3杯立て続けに飲んだ。何？女すりはどうしたって。そんなことに今さら驚くか。一十郎は、赤西三平に対したお島の口真似みたいなことを口走って、よし。俺も飲むぞ、と起き直った。二人は、泥んこになるまで飲んだ。その後の行為も、本能に任せた。どっちの心が、どんな心でもよかった。獣と獣だ。精神や潔癖があっては、おかしいのだ。やけくその一十郎が、これが人間の真実だなどと、考えてもみない。人間を捨てているのだ。いや、人間の肉体だけを保ち、その中の全知や良心めいたものを自己から放逐してしまいたがっている狂乱だった。幸せなことに、お島はこの後になって、今さら肉と心との分離に苦しむような人間ではなかった。なぜならば、彼女は天性にも教養にも、こんな時邪魔者になるような良心めいたものはもともと持っていなかった。どろんこの夜が明けた。今朝はまばゆい雪晴れだった。一十郎は重い、鈍い、そしてどこかズキズキ痛む頭を起こした。お島が目覚めに吹かすタバコの煙が顔に来て、何か吐きたいようなうずきを、家手をやって押さえていると、おや？なんだろう？不意にお島がキセルを放り出した。さすがに悪の世界に住む女だけに、敏捷な身ごなしの用意が窓へ立ってゆく間にも見え、
長襦袢の上へ小袖を置き、帯をしめしめそこを開けた。朝の日と雪との反射が部屋いっぱいに差し込んだ。一十郎も羽を着た。近所の屋根の下からただならない人声が湧き起こっている。そして八丁堀の往来へ向かってわらわらとかけてゆく足音が続く。時々日差しの雪が溶け落ちる地響きの中に、後から後から絶えないのである。ここの二階のすぐ下でもかけてゆくもの、たたずんでいるもの、様々らしいが、その人々の口から口へ異様な興奮で語られていた。まだですか？まだ通りませんか？何です？何ですえ、一体。阿公の浪人たちが今ここを通るとさ。それ、去年の春、松の廊下で大騒動を起こした、浅野匠の神様のご家来たちだよ。あ、やったんですか。へえ、じゃあ噂は、噂じゃなかったんですね。四十何人とかですとさ。ええ、松坂城でしょう。平光介様のお屋敷はね、えらい子ですな、どうも。やりましたな、とうとう。どうも、なんとも言いようがね、胸がいっぱいになっちまった。そういえば、夢かなと思ったが、夕べの太鼓は、その神太鼓だったのか。嘘をつきなさい。松坂町からこんなところまで聞こえるもんかね。あれ、こんにゃく島の火事さ。そうか。まだ通りませんか。道筋はどう来るんで。なんでも今日は流営のお礼日に当たるとかってんで、両国橋は通れないので、本所一つ目から深川へ入り、お船蔵前から永代橋を渡って、次に稲荷橋。港町、南八丁堀。と、こういう道順に来るってんだ。大層詳しいね。まだ通っても来ねえ道順を。まさか、おめえさんは、大石蔵之介の親類でもあるねえが。なあに、夜明け方、地震盤の六兵衛さんに、高校だと早耳に聞いたから、それ言ってみろってんで、教授屋の、安さんや棟梁の吉さんなんかと、松坂城のすぐそばの恵光院前まで行って見てきたんだ。だから、朝飯もまだ食っちゃいねえ。どうりで。今にここを通るんじゃ、俺たちも飯どころじゃねえ。お島と一十郎は、近所のそんな声声をちぎれちぎれに聞きながら、二階の窓に姿を並べて立っていた。お島は独り言のように笑っていた。びっくりさせるよ。私はまた、夕べのことがあったから、てっきり、取り手がおいでかと思ったのさ。そして、一十郎の横顔を流し目に見たが、一十郎は、呆然とあらぬところへ目をやったまま、うつろ波を石のようにしていた。命様々。やがて、往来は真っ黒になった。人垣ばかりでなく、屋根の上にまで人間が見えた。赤穂浪人の何十名かが、静かな列号をなして、今そこの往来を芝口の方へ向かって通行して行くらしい。静かである。久しぶりの青空が雪に映じて明るい和やかな光をまちまちへ注いでいた。今しがたのあれほどな騒音も一刻雪毛の雫や雀の声さえ聞こえるほどシーンとなって老子たちの列がまだ往来には続いているらしい。二階の窓口にいた一十郎はペタッとそこに座ってしまった。お島はいつかそばにいなかった。
取り手でなかった安心と、バーヤまで飛び出して行ったので、彼女も往来まで見物に行ったものと見える。一十郎は肩の間へがくりと首を垂れ、いつまでもそうしていた。元禄という今を、時代の中を、ある見えざる者が大きな目視を持って静かに流れていく様が、一十郎の閉ざしたまぶたにも映っていく。ふと、彼の心は別な心の中で、しゅくしゅく泣き出していた。一つの人間の中に二つの心があったのである。が、その一つの方の心を見出すことは彼にとって怖かった。致命的である。生きていられなくなる。狂気したように一十郎はドドドッと下へ駆け下りていった。そして、台所へ突っ立ち、ただならぬ目つきを動かした。石をどっくりを見つけた。とっくりの口をつかんで彼の上へ逆さに持っていった。目をつむり、喉を太め、ぐび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 と息もつかない。いねえのか、おしま。がらりとそこの腰障子を開けたものがある。一十郎は、軽くなった貧乏どっくりをゆっくり顔から離した。見ると赤西三平だ。後ろにも同じ格好なのが四人ほど首を伸ばしている。いや、てめえは一十郎だな。一十郎なら。一十郎は虹のような色をふーっと吐き、またやや苦しげにたじたじとかかとへ力を入れた。そうだ、一十郎だ。だったらどうするってんだ。出ろ。どこへ。今日は勝負をつけてやると、おしまいも言ってある。聞いたろうが。知らん。死の者の聞きに来たんじゃねえ。そこの空き地まで出ろ。出てこい。よし。死んでやる。なんだと。死ね、こんなもの。と、彼は自分の体を振りもだえながら、一人はがみを鳴らして、あってもなくっても、ゴミみたいな命。そんなに欲しいか。よーし、欲しくばくれてやる。待っていろ。二階へ駆け上がった。そして、寝巻きの上へ、丹前を着かさね、帯もぐるぐる巻きに大小をつかみ、まずその小刀を刺し、大刀を次に刺そうとしたが、もう全身に酔いが回っていて、手元も怪しく、刀の小尻が帯に滑る、帯から外れる。が、その水眼にもふと金象眼の唾が、何か物を言うように、キラと映った。ゴミのような命でも、意識にかけられない命でも、生命自身の命はあるに違いない。それが彼の水眼を大刀の唾に吸い付けて離さない。その赤い目はすぐ熱湯のような涙をたぎらせた。この後藤雄城の唾は子供の頃、よく聞かされた遠い祖先の物語もあり、父が生涯の愛品であった。それを兄の殿もが譲られ、兄がまた亡き者としていたのを自分が同族の中右衛門の家へ養子に行くとき年頃に由来を語り、兄の温かい気持ちを添えて自分にくれたものである。一十郎の頭は、その思い出を、ふと、泡粒のように呼び起こして、もう、下に待たせておいたものを、忘れていた。下では、その時、おしまの声がしていた。三平の、どす声と、おしまの干渉な声が、また、夕べよりも激しく、何か、いさかい出している。そう、
そうだ。どこで野垂れ死にするまでも、せめて兄上だけには、兄上だけには一辺があって。下へ行かず、彼はそこの窓口をまたいで雪の屋根へ這い出した。雪を掴んで食べた。往来の方からは、ぞろぞろとなだれて帰ってくる人たちが見える。その人々は再びたった今目に見てきたものの感動を口々に言い囃し語り合いしてやまないのである。一十郎は耳を塞いだ。そしてもう一つかみ雪を食べ、人の流れる横丁は避けて北屋根の方へ四つん這いに這い出した。川屋の出びさしへ足を伸ばし、こわごわと塀の峰を猫伝いに渡って、家と家との間の狭い路地へ飛び降りた。途端に勢いよく足を前にして滑った。熱い雪が彼の腰を埋めた。この葉虫。年の位置は、一年中の人出だ。浅草の観音堂を中心に、雷門も横丁横丁も人間の波、波、波である。茶屋女たちにおだてられ、男の意地みたいに大羽織だの、春の櫛だの、やれ、下駄だの、しごきだのとねだられたあげく、小料理屋で飲んでくすっかり財布の底をはたいてしまったいい気な客は、じゃあ、また、お正月に顔を見せてくださいよ。お年玉を忘れずに、と、手よく女たちから見限られて、骨面と雑踏の中で一人になった。馬鹿にしていやがら、使わせるだけ使わせておきやがって、男は舌打ちして、観音堂の横に腰を下ろした。たちまち鳩が寄ってきた。その一羽を彼の足が蹴飛ばした。パッと、たくさんな砂つむじが舞い、観音堂の大びさしに鳩の傘が広がった。なんていう気違いだろう。そのあたりにゴロゴロしていた無数の不老者たちは、物憂げな目を彼の姿へ集めたが、またすぐ元の無力と惰眠の塊に帰って黒々と日向に闇を作っていた。すると、その中にむしろを体に巻き、この葉虫みたいに眠っていた男がある。ふとこっちへもたげた首をぎょっと伸ばして、あ、亀じ。口走った。鳩を蹴飛ばして、ポカンと膝を抱いていた男も振り向いて、むしろのこの葉虫と顔を見合わせ、びっくりして突っ立った。おいちじゃねえか。こいつは驚いた。おめえいつからおこもになったんだ。歩み寄るなり手を取って、人影まばらな五重の塔の裏へ無理やりに連れて行った。神田の長寿風呂で一十郎に置き去りを食わせて以来の対面である。だが、大金はそんな友情の前科に照れるような男ではない。かえって、いとこの一十郎のあまりにも変わり果てたみすぼらしさを下げすにあざけった。どうしたい？すっかり痩せ細って、まるで、崩壊坊そっくりじゃねえか。お互い、米の虫同士が、うようよと米の食いつぶしっこをしている世の中に、何も水郷な、おこもにまで成り下がってることはなかろうによ。おい、一の字、しっかりしろやい。ああ、ありがとう。何？ありがとうだって？べらごめん。誰に礼なぞ言ってるんだ。まるでおめえの声は幽霊の声だ。ふぬけの面だ。おい一次郎、
久しぶりだと笑い顔ぐらいしてみせねえか。面目ない。一十郎はいよいようつむいた。暮れへ来て小春日のような太陽だったが、心の眩しさに耐えないような姿とも見える。聞けばおめえはいつぞやお袖にも会ったと言うじゃねえか。ええ、亀治、どうしてそれを知っているのか。おととい、化け物行部の屋敷であの銃に会ったら、そんなことを言っていた。そればかりじゃねえ。八丁堀のお島に可愛がられて、お島の色の赤西三平に危なく叩き切られるところだったそうだが、三平が怖くて逃げ回っているのか。いや、三平ごときを恐れているわけではない。お、元気が出たな。ただ一目、兄上に会いたさ。兄上に会いたいばかりに生きているのだ。亀治、わしの兄、殿もの消息は知らないか。殿もに会ってどうする気だい。今生のお詫びを申して、身の始末をつけるつもりだ。今生の、あ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 、今生というと、来世もあるつもりか。よせやい。来世なんてものはありゃしねえ。あったにしても、あてになるもんか。人間の世の中なんてものは、来世も、来世も、こんなもんだよ。と、すりゃ、今生の今限り、楽しむしか、手はねえじゃねえか。何をせっかちに死ぬ気になどなったもんだ。わしにはどうしても、お主のような気になれ、なろうと思ってやってみても。あはは、素人だよ、おめえは。そこがまた悪党になりきれねえ、部分を残している証拠だ。悪党になるんだって、修行がいら。度胸もいれば、知恵もいる。坊主になるよりは、命がけだぜ。まあ、辛抱し、辛抱しろ。と慰めて、時に、腹はどうなんだ。まだ朝飯も食っていねえんだろ。一十郎は、黙ってうなずいた。大亀は、ちょっと懐へ手を入れて考えたが、ママよという顔つきで、とにかく、どこかであったまろう、と彼を連れて、また、年の一の人波の中へ歩き出した。